Here's how it works in terms of difficulty. Say you have a graph. You have the x-axis, let's say, is number of rotations or the type of a jump, whatever. All the jumps on the x-axis, all right? And on the vertical axis, you have, let's say, difficulty or chances of landing or whatever, however you want to feel. It's sort of an, in my opinion, it becomes like an exponential curve. But the instant you reach like quad axle, the system breaks. The system's broken. If you can do a quad axle, you win. Quads have become pretty much mandatory for the top skaters. Do you think a quad axle is possible for anyone? I think it's hard to say. I think it is possible, but probably won't happen very soon. Mm-hmm. 科学的なことで言うと、人間5回転まで飛べるらしいんですけど、まだ5回転の点数もないですし、いやでも自分は将来4回転アクセルやりたいなと。それを試合に入れるか入れないかは分かんないですけど、ただやっぱりトリプルアクセルっていうのは特別なものだなと自分の中では思ってます、うん、震災があった後、はい、初めて氷に乗った時に一番最初に飛ぶジャンプ何かって言われたらアクセルでした、うん、やっぱりトリプルアクセルから飛んで、うん、ここからまたスタートを切るんだぞというぐらいまで考えてたぐらい I want to do the quad axle in the future よりも早く4回転半を公式で綺麗に決める人間になりたいです。We've pretty well done all the quads that are on the list, besides quad axle. And honestly, if you land, I don't know how much quad axle is worth. What is it? 15 points? 20 points? I don't remember.What is that? No. Come on. But if you land a quad axle, win. Just win. Stop the competition. Hand him that medal. I don't care. If he did a quad axle, he can step off the ice. For every person who lands a quad axle in a competition, gold medals. That's end game. That's literally goals. That's pure gold. もう 4A を目指している状況の中にオリンピックというものがあれば、それは考えます。僕にとってやっぱり最終目標はオリンピックで金メダルではなくて、あくまでも4回転半を成功させることが僕にとっての一番の目標なので、その道の上にあればっていうか、いろんなことを考慮しながら考えていきたいなと思います。4回転アクセル新たに挑戦、心境っていうの分かりますね。やっぱりまあ人に勝つことじゃないんですよ。でまあ己との戦いなんで、新しい技はやっぱり常に自分を高めるものなんで、僕の場合はブレットシュナイダーもそうでしたけど。
連覇した体操界のレジェンド西村航平。そこには世界王者ならではの狙いがあると内村は言う。ピョンチャンの銀メダリスト平野歩夢が出場。オリンピックの初戦となった伝統ある大会で快挙達成です。まあ、俺もそうだし、チャレンジするときとかっていう気持ちは似てると思うので、同じような思いも当然してると思うし、ね、オリンピックで初めて4回転の大技を連続で成功。2大会連続の銀メダル。日本に帰国すると開壇式であるアスリートと会話する姿が。羽生から声をかけ話し始めた2人。気になる内容を平野本人に聞くと、プライベートより競技のことで、まあ、回転っていうような話だったんで、中身もだからスノボはどっち回転が得意なのとか、ハーフパイプどんな感じなの、どんな目線なのとかっていう興味ある部分を、5回転4回転半できるのとかっていう、いやちょっと厳しいねとかっていう話だったから、フィギュアの業界自体も今度はそれ以上のものを求めて無理していくような世界になっていくと思うから。できないことはないっていう風にいつもなんか考えて滑ってたから、悪いパイプでもずっと滑ってこれてたし、悪いパイプでも対応しなきゃって思う気持ちが現れてたのかもしれない。僕は今回平野歩夢選手をずっと、お話をさせていただいて参考にさせていただいた部分はあったんですけれども、僕の場合は過去の栄光とかなり比較されやすいですけど、絶対上手くなってるんで自分だから、なんか限界だなっていう感じはないです。まだまだ自分成長できるなっていうことを感じていますし、いや正直悔しい気持ちはもちろんあるんですけど、ちょっとしたズレで本番がまあコロコロと崩れてしまって、でもなんかそれで良かったんじゃないかなって思うんですよね。やっぱ天と地とは全日本でアクセルなしの構成で完成できていると思うので、やっぱりアクセル込みのプログラムの完成形をちゃんと見せないとダメだっていうふうに言われたような気はしていて、またそれが今モチベーションになっています。Are you planning on trying a quad axle? Who knows, maybe if I, you know,feel spontaneous, I'll try something. I mean, I'm waiting for him to do quad axle. We'll see what happens there. ここに来るまでに4回転半の練習をたくさんしてきて、体も、かなり酷使してきたと思っているので、まあ、まずはしっかり休むっていうことも、まあ、考えてはいますが、早く4回転半の練習をして、なんとなく形として見えてきていると言っていた4回転アクセルでしたが、その後どんな状況となっているのでしょうか。ジャンプの配置とかスピンの配置とか、そういう流れ以外は全部、ほぼ全部自分が決めてると言っても過言ではないプログラムなので、4回転アクセルっていうことについて考えるときに、あとなんかイメージの中で飛べるイメージとかも具体的に膨らんできてて、あとはそれに体を乗せられるか乗せられないかぐらいだと思うので、まあ、率直に言えばなんですけど、アクセル飛びたかったなっていう気持ちはもちろんあって、
でもっと練習していきたかったなっていう気持ちももちろんあったんですね。ただ8分の1もあれば立てますね、間違いなく。確実に上手くなってるんで、羽生結弦。I'm about to change the